ドラミア君はもっとできるが入ってるって聞いてやってまいりました。ほんとだ。あろう、うれしい。待ってたわよ、ずっと。ってことで、君はもっとできる、いっちゃう？なん、歌ったことない私。ちゃんと振る。よし。マイクテスト、大事。君はちょっと声ガラガラなんですけど、病み上がりで。許してください。はい。ああ。君はもっとできる。ここでやらずにいつやるつもりだ。何も恐れるな。失うものはないだろう。心の森に迷い込んでもさあ陰た木々の下で絶対立ち止まるな。君はもっとできる。今よりももっともっと自分のことちゃんとちゃんとそう信じてごらんよ。君はずっとずっとこの先へもっともっと誰も見たことのないあの場所へ行けるんだ。君はもっとできる。何か邪魔する。誰が行く手を阻んでいるのか。そんな壁なんかもう乗り越えてしまえよ。日差しの向きはすぐに変わるよ。そう悩みの曇り空は一気に走り抜けろ。夢はきっと叶う。いつの日かきっときっと手を伸ばせばきっときっと現実のものになる。花はそっとそっと咲くものだ。不意に不意に自分でも気づかぬうち少しずつ近づいてる。夢はきっと叶う。理屈なんてどうだっていいんだ。自分から諦めたりするな。今できるのは立ち向かうことだ。その力があるだろう。せーの、もっともっと声を出せ。もっともっと全力でもっともっと拳上げて叫べよ。せーの、もっともっと盛り上がれ。もっと旬は爆発だ。君はもっとできる。今よりももっともっと自分のことちゃんとちゃんとそう信じてごらんよ。君はずっとずっとこの先へもっともっと誰も見たことのないあの場所へ行けるんだ。君はもっとできる。
歌おう。歌えるかな。ちょ、なんかグーグーなっちゃう。恥ずかしいね。イエーイ、初めてだよね、こうやってね、歌うのね。みんなありがとう、コール。もっともっとって言ってほしい、コンサートとか。もっともっとってコンサート言ってほしいです。ベトナムでね、これ披露した時、もっともっとってみんな言ってたの。それがすごい感動的で。ぜひ言えたら。言ってくれて嬉しかった、もっともっとって。すごい、ありがとう。次は、突然Do Love Me。言えてる？突然Do Love Me。じっと待てるだけじゃダメよ。今サイコロ投げないでどうする。何にも始まらない。指くわえたまま見てるのか。気合ってる。向こうから来ないならこっちからいて差し上げましょうか。周りの誰かに何を言われたって Do、はい、向いていいなんて嘘でしょ。女の子よ好きと告白しよう。 Hey hey you do love me。 突然ごめんね。この思い伝えさせて誰だって胸が張り裂けそうで。How to say do love me。 恋は衝動、もう誰も止められない。 My heart いつでもどうでもいいの。愛してるわ美しいロマン。音ガツガツして行こう。欲しいものは欲しいって言おう。弱気じゃつまらない。残り物なんて服もない。いい人でいたいならその子譲ってればいいだろう。本当に好きならどんな手使っても Again。 カッコつけてたってしょうがないよ。男の子よちゃんと受け止めてやれ。 Hey hey cause you can be。 何をためらうの。バカじゃない。青春は一瞬、こんなチャンスなかなか来ないよ。安心 so you can do it。 絶対大丈夫。恋すれば臆病者の everybody。 後から思い出したら真っ赤になる恥ずかしい感情。このビートにさあ乗りましょう。恋なんて勢いよ。 Hey hey you do love me。 突然ごめんね。この思い伝えさせて誰だって。胸が張り裂けそうで。 How to say do love me。 恋は衝動的。もう誰も止められない。 My heart 消してものでもいいの。愛してるわ美しいロマン。はい、曲って以上かな。はい、超可愛くてごめんぐらいやんな。そんぐらいやな。私のふるさと歌おう。え、待って、私のふるさと歌おうか迷っちゃう。
待って、いろいろ見てみるね、コメント。何がいいかな。タツカズさん、今1位にいるし、何がいい消えちゃう。待って、何しようかな、迷っちゃう。それだけ歌えようと思った。月と水鏡さ、あのさ、入ってないんですよね、きっと。私めっちゃ好きな歌なんですけど、こちらのねカラオケには入ってないんですよね、月と水鏡が。本当に私大好きなんですけど、それがすごい残念でしてね、入ってないんですよ。はそうそうなんですよ、入ってない曲でいい曲多すぎるんですよ。あ、だらしない仕方、懐かしいですね。歌ってみますか。歌えるか分かんないんですけどね、早口言葉だし。病み上がりなんで、優しい目でご覧ください。だらしない愛し方ね。しかもしばらく歌ってないこの歌ね。多分もう披露す機会ねないですよねこれね。はい、イントロ好きです。私の手首は恋した数だけ印がある。昨日言った言葉を今日覚えてるとは限らない。気の抜けた頃は一度別れと男とのキスみたいな味がするね。喧嘩するなら高架線の下で電車が通った時にしようよ。なんて最低、ペラペラ喋りすぎて自分のことが嫌いになる。こう見えてあの頃はね、無口だったんだよ。だらしない愛し方で自分を傷つけた。どうでもいいプライドのせいで、だらしない許し方で今でも生きて。ベッドに寝っ転がった時に見える天井の模様に何か意味があるのかな。そう、土砂降りの雨にずぶ濡れになる機会を一人待っているんだ。一人つぶやく世の中面倒だから、他人のことは無視しようか。いつだって自分勝手、死んだっていいんだ。だらしない別れ方で誰かが呆れてる。思いつきの感情のせいで、情けない悔やみ方で生涯負け犬だ。それでも愛に舌打ちしてる。だらしない愛し方で自分を傷つけた。どうでもいいプライドのせいで、だらしない忘れ方で余計に落ちてゆく。満身創痍も私の人生。ラララララ全然目に合ってない。
セリフ間違えちゃった自然と歌ってたけどさ、水飲みます。セリフ間違えちゃったよ。イエーイ、みんな見てくれてありがとう、本当に嬉しい。月曜日かな今日。お仕事お疲れ様。学校もなんか春休み終わったんでしょ。お疲れ様、みんなお疲れだ。乾杯乾杯。出会いの続きも多分確か入ってないです、これ。ね、入ってないんですよ。一応調べてみますね、出会いの続き。いい曲入ってないですよね。ないです、なかったです。一応調べたけど、火山灰あったっけ。ないですえー、私もね好きな曲いっぱい、一緒一緒一緒だけどね、入ってないんですよね。水飲んでます。あ、白いチューリップ知らない。なんだろう、知りません。公演曲か、公演曲なんかあるかな。今ねコメント見てます。ショートケーキも、嵐の夜には、嵐の夜にはやばいですね。レニーでありますか。いや、ないと思う、聞いたことないかも。あ、渚のチェリー懐かしいですね。キャンディー、おニュー、うわ、みんなバラバラじゃない、わりかし。うん、みんなバラバラすぎてね、迷うよ。みんなバラバラやん、どうしようかな。あ、ちなみに歌える楽曲は決まってて、48楽曲、46楽曲、あとイコラブさん だけですよね、が OK です。あとは卒業生方のソロ曲とかが OK です。あ、田辺さん久々に待って、田辺さん元気ですか。やばい、あー、田辺さん元気ですか。もうあの子コンプレックス、ちょっとマジで本家がすごすぎてさ、マジあれなんですけど、いつも悲しくなる、歌って悲しくなるんですけど、好きだよ、好きで、歌が好きです。コールラブさん、ちょっと調べます。はいはい、頑張ります。はい、願いただ
事にしないでほしい。乾いた切ない胸にあなたが。あ、古川さんだ、ありがとうございます。昔の二人ならどんな目で見つめ合うの。何も知らない、何も分かっていない、バカなふり。星も消えたこの夜にあなたに導かれて行きになる。知らないバニラが香った時、魔法が溶けてく。どうか誰かに負けたわけじゃない。言ってこと目をそらさずにいてよ。私が弱かっただけ、そう思わせて優しい嘘を。二人は来世では会えないでしょう。誰かみたいに甘えられたなら、ああ、あの子コンプレックス。沈んでも沈んでもいい、それでも恋はしてゆくから。色づいた雪じゃ愛されない、真っ白今日も。欠けた月を満たすように優しくあの子に触れているのでしょうか。愛なんてもういらないよ、そばにいさせてこの海の中。すごい、これをさ何人かパート分けてさパッと歌ってんでしょ。かわいい、大好きです。みんな可愛くて大好きです。みんな可愛いです、個性豊か、大好きみんな。ああ、なんか違うページ押しちゃった。しかもなんかそのマイカさんの声がこうマッチしてるんですよね。だからすごい好きで、なんかこうコンサート見に行かせていただいたんですけど、本当にあのこの空がトリガーあの出だしめっちゃいいなと思いましたね。はい、 HKT に持って帰っちゃいます。ディハから私歌っちゃうんですよ。そのイコラブさんに影響されてディハからめっちゃ歌ってたらめっちゃ喉ガラガラになっちゃって、そうそうそう、うん、だからコンサート、そのこの間あったコンサートの4月1日のコンサートまで治るかなみたいな不安でした。あ、ちなみにトリガーは歌いません。ちなみにトリガーは歌いません。いや、元気元気ですよ。いいですよね。好きです。好きで聴いてて、マイミュージックにも入ってるんですけど、歌いません。はい。うん。前振りじゃないんです。はい。本当に歌えない。眠くなっちゃう。歌わんのかよ。歌でも分からへんもん。最初しか分からん。うん、メイクノイズね、メイクノイズ多いね。メイクノイズカラオケで聞きたい人とかいるの？なんかさ、パフォーマンス込みじゃないですか、メイクノイズって。マテンロ、私ね、ソロコン演ではマテンロ入れて入ってんですよ、瀬戸里に。でもさ、チーム H じゃないからさ、マテンロの距離だっけ、何マテンロのさ詳しい曲名教えて。そうだから今全然歌ってない。マテンロの距離調べてみる。入ってるのかな、入ってそうだけどね。 AKB さんでしょ、 AKB さんだしね、入ってそうだと思うんですけど。マテンロの距離、あった。これさ、あ、おっと、出だしがさめっちゃ難しいんですよね。こうキーがさ合わないとさ、
その後も合わなくなっちゃうからめっちゃめ難しい。これ入れます。はい、今 K4 なんですけど、チーム H のね、はい、公演曲歌わせていただきます。これ声出ししたらめっちゃ盛り上がるっていうのをこの間のコンサートで知った。だからソロ公演早くやりたい。希望。今のところソロ公演やる予定ないけど、もしやった時にこうならないでよかった。リハで気づくだろうけど、うん、リハでも恥ずかしい思いしなくてよかった、うん、練習の時点で気づくかな、うん、よかった、うん、まあ天狼盛り上がるね。なんか声出しで考えた、なんかこ、ね、声出しでも楽しめるような楽曲を考えたんですよ。だから本当にやりたい。はい、
次何がいいかな。何する、何時に終わるってか、何時終わろう、10時に終わろうかな。あと15分。梅酢美味しい、美味しいよ。オネストマンやろうぜ。なんかね、ここだけの話ね、ここだけの話でもないんですけど、本当はね、声が出せたらチームミクリン推しとかやりたかったんですよね。カオスだけどさ、そういうのが好きだからさ、私はめっちゃやりたかったけど、声出せないからさ、メンタル的にきついよねって言われて、もう声出せないし、ファンの人もね、そうだよねってなってなくしてたんだけど、声出しだったらチームミクリン推しを入れたかった。はい、可愛く活かしていただきます。アイドル、チャイム鳴ったら誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたってもっともっと大事なことがある。グラウンドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ自分に正直に、俺は生きたい。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな格好悪くたって溢れるその思いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番ありがとう。窓に鈴なりやじ馬たちよ、耳の穴をかっぽちって聞け。天才なんか構わないんだ、ちゃんとちゃんと伝えなきゃいけない。こんなに大きな青空、大の字に寝転び叫ぶ、後先考えずに俺は生きてる。君が欲しい腹の底からよ、誰かに何を隠して、いつもある格好は勝手に歌詞作っちゃった。君が欲しい、どんなドン引きされたって、正々堂々とぶつけてみる。もしも、もしも嫌われても、腹に溜めるより悔いはないさ、だけがつくほどオネスティー。イエイ、いきますよ。イエイイエイ。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな格好悪くたって溢れるその思いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番私が皆さんのことを大好きだって、もう全力で伝えました。もう大好きですはず
ちょっとはず大好きですみんなのことが。ちょっと恥ずかしいんですけど、ありがとうございます。好きですちょっと恥ずかしいんでも言いませんけど、はいうん、何にしよう、かわいいの歌おうかな。何しようかな次。何しようかな。決まらんけん一旦充電。でももう時間が。涙の表面張力歌って。だってうわ歌えるかな。ちょっと待ってね、充電がマジでなくなりませんように。どこだっけ、ここだ。涙の表面張力、いやあるっけ。 ありますよね、そういえば歌ってましたよね。いや、ギリギリさよならがいないよ、強がって微笑んだ涙のダムが警戒する。ちょっとさ、全然固まっすぎて落ちたな。もうちょっとやってくれ。優しいふりしている自分を軽蔑しようか。彼女とは本当に何もなかったと否定しても言い訳をしてるみたいで面倒だ。信じられなくなったらおしまいだ。そうだろう。ギリギリさよならがいいな。黙ってるその胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうで、瞬きさえもできないくらい息を呑みたら見つめ合って動けなかった。愛とは表面張力。電波もギリギリ。最初は違ったよ、眼差しに甘えてた。愛してくれたこと誰かのせいにはできない。友達から別れるときっと言われ続けていたんだろう。なんで君は感情的に僕のことを喧嘩できなくなったら他人だろう。危ない泣けば楽なのに頑張って耐えている。涙が一つ溢れたら絶対黙ってた。その全てが止めとなく溢れ出す。だけど僕には目の前の君の応援を止めるすべとかハンカチとか持ち合わせてない無力な男。今回は表面張力。ただ2本投げてみました。伊助さん2本、ありがとうございます。ありがとう、ラッキー伊助さん、ありがとう。伊助さよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが後悔する。君は少しずつ黙ってる。その胸の悲しみが濡れた瞳に瞬きさえもできないくらい息を呑みたら見つめて動けなかった。愛とは表面張力。イエーイ、
なのか知らんけど楽しいけど、話すする音聞こえたわ、ごめんね、すまんすまん、話すすれ ASMR になっちゃった、ごめんなさい。あー、なんでプライオリティ入ってんだ、全国の、全国っていうかこれ見てるさ女性をさメロメロにさせたいのになんで入ってないんだよ。あ、ずるいよずるいね、いいですね、ずるいよずるいね、いいですね。はい、じゃあずるずる、え、なんかでもさ、イクラボさんばっかりでなんか言われないかな。イクラボさんって大丈夫？大丈夫かな。ごめんね、フィンガーソウルはちょっとめっちゃ 鼻かゆい。すごい汚い。ごめんなさい。何歌おうとしてたんだっけ？ずるずる。ちょっと待って、みんなどうしよう。みんなに聞いちゃう。ロマンティック病ね、あり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 、ロマンティック病歌う、ちょっと待って、今鼻水がズルズルしてたから、はず、あ、そういうこと、鼻ズルズル最悪じゃん、そういうこと、そういうことじゃないよ、でもずるいよずるいね、歌っちゃう、でも胸が切なくなっちゃう、私結構感情移入しやすいタイプだから。そっちのズルズルじゃない、ミクキーもいいね、ミクキー言っとく、一旦可愛いやつ入れとく、可愛いやつ一旦その間に入れるの、あの瀬取りとしたりだよね、はい、ワルキー入れます、ワルキーになって 歌っちゃいます、可愛く歌っちゃいますね、はい、はい、筋肉を触らせてよ、どんな感じがあるのよ、男の子って不思議だね、ミラノニコキーですよ、可愛いですか、嘘でも可愛いって言ってください、今日のバッグなんだか重くて、そう誰かにもう
くできました。けなからたですように反応を見るわミクキー。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか、ワクワクしてるわ。上腕にトンキンってセクシーだね。全部持ってイエーイ。あ、可愛いって言ってくれてる。ロマンティックビュー入れよう。ロマンティックビュー、じゃんじゃんじゃんじゃじゃん。はい、けいけい。はいはい、いくよ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 。せーの、ワン、ツー、スリー。だけど気持ちは飛び込み元気、どうでもいい話をして、未練だアプリさよなら。次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかった。ぎこちない、しょうもない、ありえない。恋をすると誰もがいつの間にか、それ以前と人が変わるもんだよ。まるで別人のように、ロマンティック秒ふわりふわり浮き上がれ。現実は時間は忘れよう悲しみはここに捨てて、心軽くなって夢を見れば笑いの、ふわりふわり浮き上がれ。ときめきを思い出せ、この想いが叶わなくて、延長料金よろしくお願いします。そして君とまた会ってくれしな。だって瞳は一歩突っ込もう、あいこがラブ上がりっぱなし、あっという間にバイバイ。何度会ったところで好きすぎて個人的な話できなかった。可能性、将来性、協調性、恋と愛は違うよ。気づかれたい、それが恋さ。そばにさあ、幼稚園児みたいになっちゃったピョンピョン赤いやいやって言いたくなっちゃったの。どっちも言いたい、歌いたいし、あ、もういいやふわりふわり浮き上がれ、現実は忘れよう。キムタクさんのアレンジなのミクタクじゃん、タクワみたい。浮き上がれ、ときめきを思い出せ、この想いが叶わなくても、今の僕は最高だ。ラブバルーン。しかも喋りたがりだからさ、歌いながら喋っちゃう。騒がしい配信でごめんね。
じゃないよ。ちょ待てよ。待ってよさ、ロキセットやっても可愛かったね。はいはいはい、充電がまだ持ってる間にジュルジュル歌います。ジュルジュルジュルする。え待って、どうしよう、私が歌いたいだけ、それともそれって、なんかコメント欄見よう。視聴者の意見を取り入れるの大事。何がいいかな。あと数分、なんともう少しで終わろうかなって感じ。伊助さんタワー投げてくれたし、なんかないんですか。ないのかな。来たよー、ワンチュワンチュ来たよ。完璧グーのね、あり完璧グーのね、グリーンフラッシュ気づいたかと。めっちゃセンスいいじゃんみんな。やばいやばいやばいね。待って、今のメモっとって、誰か頭にインプットお酒飲んでる人みたいになってるよね、ごめんね。本当にシラフ寝てさ、テンション高いとこうなんですよ。楽しいからさ、みんなってると。からする、何からする、どうする、何、手取り考えてよ。何からする、グーの音とグリフラーと気づいたらかと思うと。どうする、いい感じです。グーの音しとく、集合できるの、鼻かゆ。どうする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 。よし、じゃあま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 あ、集合します一旦。わかりました、集合してくださいね。じゃあちゃんと、遅刻したら許さないから。遅刻ってあのコメント送れたらってことね。なんて調べたら出てくると、完璧完璧グーのね、あったあったあった。本当に遅刻すんなよ、集合してね、うん、行くよ、行け。Oh, oh, oh.
いなくて完璧さあ、えらいえらい最高ですね、皆さんちゃんと、さすが私のファンの方々、うん、すごい、完璧でした。グリーンフラッシュですね。あら、充電大丈夫なのかな、今どんくらい溜まってんだろう。グリーンフラッシュのフラッシュがさ、フィッシュに見えてさ、緑の魚みたいになっちゃったけどさ、うん、カメラでしたんだよね、うん、グリーンフラッシュのフラッシュがさ、フィッシュに見えちゃった一瞬緑の魚が頭に浮かんできちゃった、はい、ということで引き続きグリーンフラッシュ歌いましょうね。はい、さあ熱帯魚
明日からも頑張ってください。一緒に頑張ろうね。明日からも一日頑張っていきようね。うーん、最後の曲ずるずるずるいよ。ああ、なんか変な歌入れようちゃった。ずるいよずるいのはちゃうか。もうね、カタカナバージョンなんですよ、ね。はい、最後ラストの曲、最後なんだ。だってはい、あ、そう、気づいたら片思いじゃん。忘れてた。そうでした。そうでした、そうでした。気づいたら忘れてた。全然面白くないですよね、ごめんなさい。はい、こんな気持ち二度とないでしょう。月は来る知らずに走る。ありがとう、もう会わない人、今もまだ思っている。ちょうど初の電車、強い雨の日だけ乗ってくる。こっち見てはにかんだ顔、3年経っても覚えてるよ。あ、褒めてくれた赤いワンピースは次の予定を待っているの。今日だって雨は降ってるのに、2両目君はいないね。歌
なたの嫌いな色をまとい、二人で見た雪をまとう、ありがとう、もう会わない人、今もまだ思っていて、あーん、裏声使わないで歌いたい、マジでいい曲多すぎて好き、全部大好き。はい、じゃあ次が最後の曲だね。はい、気づいたら忘れてた。はい、最後です。噛まないように頑張ります。気づいたら片思い、いつの間にか好きだった、あなたを思うその度なんだか切なくて、人は真似て何回の出会いがあるの、今度こそ運命だなんていつも信じて、それでもなぜかすれ違って傷ついて、絶対恋なんかするもんかとあれから決めていたのに、紹介された時に興味ないふりをして、かわいそうだったのは自分を守るためだった。誕生日もクリスマスもバレンタインデーも、一人でも過ごせる強さをようやく身につけたはず、あなたがどこにいるか気になるし、電話かけて声を聞きたい、あんなに苦しくて辛い日々、涙だってもう枯れた今の私を、気づいたら片思い、いつの間にか好きだった、あなたを思うその度なんだか切なくて、気づいたら片思い、認めたくはないけど強情になっている分心は脆いかも、友達の一人だと思い込もうとして、無理に普通でいようとしてたら余計に聞こえちない、あなたを紹介してくれた彼女のことまで、近づく異性に嫉妬して呆れさせるでしょう、傷つかない唯一の方法は臆病でいることしかなくて、でも自分に嘘はつけない、人混みの中そうあなたを探していた、初めから分かっていた、いつの日か好きになる、あなたと目が合った時本当は予感してた、初めから分かっていた、特別な人だった、恋とは与えられるもの、決して抗えない感情
はい、ということでですね、たくさん歌ってきました。ポクレゲ祭り伸びた。どう？すごく良かったよ。ずっとさ、歌いっぱなしの配信だったんですけど、マジでずっとコメントしてくれてさ、コールもしてくれたりさ、見てくださって本当にありがとうございました。嬉しいです。ただ歌ってるだけでコメントも特に別に拾うわけでもない配信なのに、こうやって見てくださって本当にありがとうございました。はあ、楽しかった。めっちゃ歌いっぱなしも好きだよ。ありがとう、優しい。ありがとうございました。本当に見てくださって。全然まだ居座りたい。飽きるよね、私のこと見すぎた。きっと好きくなくなりそう、やりすぎて。全然なんか10時に終わりますねとか言いながら、なんか終わるの寂しい。寂しい。飽きますよね。でも長く配信して全然マジで飽きられるの嫌なんで、出て行っていいですからね、本当に。でたまに見たくなったら来ていただいていいから、い座っていい？普通に座ってていいですか？用事がありますよとか、自分のことやらなきゃいけない、お風呂入ったりとかしなきゃいけないとかなんかあったら、もう全然もうラジオ代わりにでもいいし、もう全然切って出ていってもいいんで、一人でもいてくれたら私はいいんで、あ、全然あの椅子座ってていいですか？寂しい。どうぞー。だって、あ、椅子座りますだって。あ、椅子座ります。逆に、あ、全然いいですよ私は。はい、椅子座りな、椅子座りなだって。あ、またね、お休みって。あ、寂しいな。うん、寂しいけど全然本当にいいです。はい、おやすみなさい。じゃあ、二次会に行ってくれる人います？あ、そう、三次会かな今。あ、そう、これ二次会だから、そう、三次会まで付き合ってほしいんですけど、付き合ってほしいって言ったらちょっとわがままですよね。私は三次会に行くんですけど、皆さん三次会に行きますか？あ、五次会まで行きます。あ、体力的に今三次会で終わろうかなと思ってますんで、はい。TikTok で 1回やったじゃない。で、これ二次会なのよ、二次会。そう。で、本当はもう終わる予定なんで、終電逃しも、あ、そうですよね、マジで。いや、泊まっていいよ、全然。泊まっていいよ、全然。あれだったら泊まっていいよ。始発でね、起こすからさ。うん。どう？三次会、いい、私は行くけど、別に、本当に、パワハラとかでもなくて、本当に行きたいなら来てくださいって感じなんですよ。本当に全然終わる時間未定で、でも12時までにはちゃんと返すから、うん、本当に。そうそう。でも本当にパワハラとかそういうのじゃなくって、もう絶対来いとか、本当にパワハラとかそういうのじゃなくって、私は3時間行くけど来る？うん、うん、あ、どこまででもついてくる。頼もしい。本当にありがとう。じゃあ、もう、二次会で満足だよ、みたいな人はもう、バイバイするね、一旦。バイバーイ。二次会で満足だった。楽しかった。うちら三次会で楽しんどくから、二次会でもバイバイする人、バイバイ、ありがとう。バイバイ。うちら三次会行く人、三次会行く人。あ、行く、はい、集計するから、はい、行く、はい、行く、あ、じゃあうちら3次会楽しんどくから、もう無理だよっていう方はもう明日も頑張るんでしょう、うん、明日も頑張って、うん、ありがとうね、3時間来てくれる、ありがとうね、はーい、ありがとう、じゃあね、2次会でバイバイの人、バイバイ、頑張ってね、明日もお仕事、ありがとう、頑張ってね、バイバイ、またね、バイバイだって、またね、バイバイ、明日も頑張ってね。バイバイ。三次会の人、はいはい、一緒、おいで、こっち、そこ、そこ、椅子割り、はい、そう、ありがとうね、未成年でも OK ですか？うん、お母さんの了承いただいたらいいよ、全然、うん、お母さんの了承いただいたらね、明日大丈夫、明日に一応響かないようにね、うちらが面倒見るからさ、あと寝落ちとかしないで、明日ちゃんとアラームかけて、今のうち明日のアラームかけときな、
寝落ちとかしたら一番危ないからさ、うちら大人だからさね、うちらで未成年のね相手はするからね、うんね、そうそう、うちらが保護者になればいいから、はい、大丈夫、そう、だから今のうちにアラームかけといて、そう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 、明日何があっても大丈夫なように一応ね、そう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 、はいはいはい、でもしもお母さんダメだと親同伴で来てもらっててもね全然いいんで、はいはいはい、ではここからは3次会ということで、じゃあもう配信切りますということでですね、はい、3次会も来てくださっても本当にありがとうございます、ちょっとありがとうね、あちょっと腰が、あ腰痛いですか、全然座ってください、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 全然もう座って、なんで寝ます、ね、寝ててもいいですよ全然、腰痛いになったら、うん、それかもう先に帰っていただいても、はい、まだまだ終電、まだ全然、まだ、あーもうすぐギリなんじゃない終電、全然もう帰って帰って早く帰って、うん、なんだあれ、すいませんね、本当にごめんなさいなんですけど、泊まる前提でここにいる人何人かいるじゃないですか、私がほら泊まっていきなみたいなね、泊まる前提でここにいる人多分きっと何人かいると思うんですけど、すいませんごめんなさい、本当に本当にごめんなさい、今思いついたんですけど、タクシーあるじゃん、タクシーで帰りなよさ、終電逃すから止めてみたいなさ、タクシーあんじゃん、タクシーで帰んなよ、いいからいいから、うん、泊まれないんですか、だってごめんね、タクシーあるからさ3時間来て気づいちゃったんだけど、タクシーあるんだよね、ごめんね、タクシーさあるからさ、いつまででも入れるっしょ、体力あんならね、ごめんねごめんねごめんね、本当に、タクシー代、君に渡すタクシー代なんてないよないよ、そんなダメな、ないよそんなタクシー代、君に渡すタクシー代はないよないよないよ、タクチケ出ないからやめて、そのタクチケ扱い、その港区女子かよ、やめなマジで、うん、ダメ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 、ゴーアプリ今すぐ入れてさ、ゴータクシーでも捕まえな、うん、それかもうタクシー代とか言ってる人 もうまだ終電だから終電で帰りなよ、うん、どうせ東京とかでさ、東京でそこら辺の新宿とかどうせ住んでんのにさ、私埼玉なんですとか言いながらどうせお金もらったりする子いるんでしょね、うん、知らないから、まだ終電あんだから帰りなよ、うん、うん、絶対こういう子いるでしょ絶対、埼玉だから遠いんですでしょ、なんで来たんだよ、埼玉なら帰る時間ぐらい自分で見積もれんだろって言えるでしょね、ごめんね本当に、うん本当に、うん、埼玉なの遠いね、じゃあこんぐらいとかってやらないから私、うん、そうなのって、うん、そんなの全然やらないの私、うん、そんなね優しい人じゃないの、うん、もう知らんけどそれが本当にあるのかないのか私は分かんないんですけれども、はい、うん、めっちゃ喋るじゃん、だって3時間まだ3時間、じゃあ3時間やりましょう、3時間ね、はいやりましょう、はい男子の気持ちを代弁そうなの、最低最悪だねはい、はい、でもね眠くなってきた3時間やろうとかさ言いながらさ、めちゃくちゃ眠くなってきた、やばい眠い眠いです、さあこういう子いるよね、なんかさ3時間行こうよとか一番さ言ってた子がさ、もう疲れたみたいな言う子いるよね、ごめんそれ私それ私なんだ、もう暑いもんね、すごい眠い、じゃあだってインコみたいになっちゃったちょっと帰んないけど、帰んないし喋るけど、ちょっと待ってカラオケ配信一旦切ろう、やめよう、もう体力ないもんに、ちょっと一旦休憩、なんかどうやって終わるのカラオケってさ、配信設定、違うテロップだ、テロップで、ああできたできた、はい、腰やられますよね、いやー寂しい、よかったみんな来てくれて本当に、なんでもないトークしたいんだけどさ、みんなさカラオケ行ったら何歌うの、何歌うんですか、あのね、
何歌う？スキマスイッチとか、あのサザンオールスターズとか。何歌うんですか、みんなカラオケ行ったら。当てたいな。当てるよ。当てるね。サザンオールスターズ歌うでしょ。歌うね。歌うでしょ。あとは、あとね、ミスチルとかいいよね。うん、ミスチル。何歌うのみんな。あ、バックナンバーとか歌うんだ。すごいね、すごいね。大原さくら子ちゃん、女の子ですか。すごい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 ね。あいみょんよろしく。一緒じゃん、私もそう。あいこさんも歌うし、うん、うん、私結構歌ったりするんだけど、いけない太陽私歌ったりするんだけど、歌う人いますか。その時代の人いるかな。私ね、いけない太陽って結構好きなんですけど、歌う人いる。今、未だに私結構好きなんですけど、いないよね。オレンジレンジ好きなんですよね。めっちゃ歌う。一緒3時間みたいなノリでごめんね、本当にごめんね。知らないって、知らないよね。知らないの。やば、もったいな。めっちゃいいんだよなー。あ、歌ったらダメだ、バンされる。めちゃくちゃいいんだよ。つってさ、めっちゃいいんだよ。私すね、結構好きで昔から歌っちゃうのよ。歌う人いる？いる？いけない太陽、喉をしんどくない？全然。もうなーなーって歌ってる。エレタンとかと、エレタンもあんま知らなかったな。でも、うん、そう、私歌っちゃうのよ。堀北真希さん可愛い。めっちゃわかる、めっちゃ保存しちゃう。でもさ、私佐々木のぞみさんめっちゃ好きなんだけど、私好きな人多いわ、うん、アカペラでもバンされるのされるでしょきっとね。いけない太陽好きでね、いいよね。ナッピオレンジレンジ好きなの。めっちゃ意外なんだけど、ギャップ萌え、すごい。歌ってもらいたいぐらいだわ。恥ずかしくて無理ですとか言いそうだけどね。ゆい歌って、あ、ゆいさんも歌いますよ。私好きですよ、可愛いですよね。結構いろいろ歌いますよ。長澤まさみさんも普通にタイプですね。結構幅広いですね、女性のタイプも男性のタイプも割と。はい、イケパラ好きやったな。なんかさ、なんかあったよね、いろいろあったけどさ、もうなんかさ、わかるっちゃわかるんだけど、どういう内容だったかはもうごっちゃになってる。めいちゃんの羊、イケパラ、花より団子と、あとあの前田敦子さんがロボットになるやつとか、なんかそのなんか見てた気がするんだけど、どういう内容だったかと、なんかごっちゃになっちゃってる、いろいろ。うん、そう、ナッピのお兄さんがオレンジレンジ好きだから好きだよ、見て。あ、そうなんだ、お兄ちゃんいるんだ、へえ。最近よく歌う歌は何ですか。いやー、そうだね、最近歌う歌、カラオケでしょ。エコラブさんかな、もういいけど、歌う歌、カラオケ行くだろうな。あいこさんかな、あいこさんのストローとか花火とかかな。あいこさんは結構ねずっと歌っちゃいますよ。かな、愛子さん好きなんですよね。あとジュジュさんも歌っちゃう、ジュジュさんたら、この夜を止めてよって知ってますか。私それを歌ったりするんです。あとね、優しさで溢れているようにとか、はい、とかね、はい、とね、あとは、とかかな。何歌うかな。あ、ハロプロさんも歌ったりする。キュートさんが多いかな。モーニング娘さんとか、シャボン玉とか歌ったりしますよ。あーいっつって。
に気になりますよね、ごめんなさい。ハルタンさんとかめっちゃすごいんですよ。ハルタンさんと一緒に泣きやがれってハルタンさんと一緒に歌ってます。あとね、その時ねエレタンとアキウスさんとか見たからみんなでもおーって言ってましたわ。はい。シャボン玉って言ってましたね。あの時代ね、絶対楽しいやんって。めっちゃ楽しいですよ本当に。ハルタンさんがねすっごいんですよ。もうなんかもう乗ってるからさ、おーいって地面揺れるかと思ったの。ハルタンさんがさ、ハルタンさんさ歌うだけじゃなくてさ、ちゃんとさなんかさハロプロさんみたいな感じでさ、おーいみたいな感じやるからさ、こっちはさおーいなるんですけど楽しいですよね。メンバーとカラオケ行くの、エレタンとね行く率が割と高いんです。この最近メンバーって言ったのエレタンとクルタンの3人で行って、クルタンがねなんかねストローか花火かどっちか歌ってて、そこからあいやこの曲いいなと思って入れました。あの覚えようって自分も思って。そうなんですよ、クルタン歌うの 大好きです。可愛くて、はい、他が多いかな、カラオケ歌うんだったら。え、みんなはやっぱ そこら辺そこら辺なんだ。へえ、HKT の歌歌ってくれる人もいますよね。へえ、ザ・ピースとか歌いますよ私。全然歌うし、あれも歌っちゃうね、あの紹介するのとか、あとね涙止まらないわっていうやつも歌っちゃうし、結構何でも歌っちゃうね。バンビ歌、バンビ、あ、制服のバンビ、うん、ムーンライトとかも歌うよ。ムーンライト、え、ズン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 とか結構いろんな世代の、うん、椎名林檎さんも歌います。日本を歌います。日本だれって歌いますね。椎名林檎さんも歌うし、ギブスだっけ、もうは聞く方かな。聞くのと歌うのって、ね、結構違うんですよね、はい、ですかね。ただ私あのなんかその椎名林檎さんみたいな独特な声とかなんかあーみたいな、そのあみたいなさ、いやなんかあるじゃん、あれ出せないから、あんまその曲調の声が合わないんですよ。好きなんですけどね歌は。だからそのなんかこうあーっていうそのね椎名林檎さんみたいな声が出せたら絶対に楽しいだろうなとか思うんですよね。だから椎名林檎さんの曲は結構好きな曲が多いけど、カラオケでは歌えないんですよね、あんまり。なんかこう違うというか、そのなんかこう出せないからね、うん、そうなんです。あのなんかあの声出せるようになったらめっちゃ羨ましいなって思うんですよね。だからあのそうアドさんとかのはぁうっせぇうっせぇはのはぁとかあるじゃん、あれもはぁみたいな いけれる人、あれもすっごいいいなと思ってて。でモームスさんのシャボン玉とかってそれもプラスで巻き舌とかも使うじゃん、やがるレレみたいなブレーみたいなみたいなのあるじゃん、あれをやりたくって巻き舌を練習したの。かっこいい歌を歌う時にさオラーみたいな感じでさ、なんか巻き舌の方がさ演技もそうだけどかっこいいじゃん。それを練習しててさ、それでできるようになって楽しいんだけど、そのあの未だに椎名林檎さんみたいなうーんみたいな声は出せないから、なんかそれ歌えるようになったらもうキャパ広がるのになと思いますね、はい。あと何歌うかな、男性さんだったらね、男性さんだったらね、そう煽りにも使えるんですよ、だからかっこよくって巻き舌はできたんですけどね。待って、男性だったら、待ってバックナンバーさんも歌うけど、オレンジレンジさん歌う、あとなんかあるかな、あ、あれあのね
なんとかドッグ、スノードッグ、アサイドッグじゃなくて、なんだっけ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 、サウシードッグだ。あ、最近アサイスムージー、アサイをちょっと食べ過ぎてごめんなさい、アサイドッグじゃないですサウシードッグです、すいません、ちょっと惜しかった。サウシードッグさん聞きますね、聞きますというか歌いますね。はい、あとはね、あとなんか歌うかな。あ、バンディさんは聞くけど、あんま歌わないね、カラオケ。あとね、ヒゲダンさん、ヒゲダンさんはね結構やりますよ。うん、ですね。アサイドクワクさん、古川さんコメントしてるのよ。ももクロさんはねあれをよく歌ってました、ワニとシャンプー大好きです。誰も普通に好き、無限に広がるのやつも好きです。ビンシュナナナもっともっとも、いい歌ですけどね。あとね、独りよがりじゃなくてね、寂しいだっけ、なんかそういう曲面のやつ、弱虫っていうのも歌う。あとね、柴崎コウさんのも歌いますよ、知ってるかな、柴崎コウさんのね、なんかね、なんだったっけな、月の印かな、なななななのやつも歌います。そう、月の雫か、知ってますね、よくそれをそう歌ったりとか昔から。あとはね結構ありますよ、ずるいずるいよとか知ってる、絶対知らないよね。あのね松若翼さんのね、ずるいよっていうのを、ちょっと一時、私の世代なんですけど、多分きっとね、そう、ずるいよ歌ってますね、今だに歌ったりします。あ、月の雫いいんですよね。あ、そうなんですよ、結構マジキャパ大きい、結構いろいろ歌います。スマホの充電 8% しかない、やばいじゃん、どっか充電しな。うるしかさんだとね、絶対に僕はが音楽をやめたか、行ってとか、あとはとか、結構マジで全部歌います。ズルズルは歌わないか、ズルズルとかも歌う、イコラブさん歌うけど、なんか違うなと思ったらすぐ消しちゃうね、なんかちょっと萎えちゃう消しちゃう。ズルズルは特に最初にかかってるから、最初でうまくいかなかった、消しちゃう。あれ、うわ、浜崎あゆみさんも歌います、めっちゃ、めっちゃ歌います、いろいろ、はい、はい、あゆさんも歌いますし、あのともみさんも歌いますよ、ロンリーって。小田久美さんはアゲハチョウ知ってますか、歌いますね、キューティアニーじゃないんですよ私、アゲハチョウ、はい、エメさんも歌いますよ、はい、めちゃめちゃいっぱい歌うよ普通に。西野カナさんも歌いますよ、君の思いをとか、そうそう、一時期会いたくて震えるとか歌ってました。安室奈美恵さんも歌います、あのドラマの主題歌、バタフライじゃなくて、あ、バタフライだ、アゲハチョウって言っちゃった、バタフライ、ビジュアル系のバンドとか歌う、ビジュアル系のバンドっていう意味がよく分かんなくって、ビジュアル系バンドって何ですか、そう、バンドの中で清楚系バンドみたいなあるんですか、そんな、なんかビジュアル系バンドって何、ビジュアルで売ってるってことかな、ビジュアル系バンドってさ、どういう意味なんだろうって思って全然わかんないんですよね、本当に。どういう意味なんだろうどういう意味かね、よくわかんないですね、はい、あとポルノグラフィティさんとか、はい、アポロ歌いますね。化粧してる系バンド、そんなんあるんや、そんな詳しくないんですよね、ごめんなさい、みたいな感じ。楽器やらないバンドとかあるんですか、
あ、待って、愛されたいね的な的な、でもなんかそこ気を歌いますね。あとはってあれ、あのね、そうライブめっちゃ行きたいなと思ったのがね、ライブの世界観とかが好きなのが、大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけどって歌ってる方、あれなの、本当にね全然ね名前が出てこないのよ。そう、世界の終わりさん、そうセカオワさんのライブはめっちゃ行きたいなと思いました。なんかそういう公式 YouTube とかで見てて、すっごいなんかセットがめっちゃすごくって、うわこれなんかこう夢の国にある意味来た感じの気持ちになるんだろうなって思いました。なんか本当になんかすごい世界観がめっちゃ好き、うん、であとカラオケもよく歌いますよ、うん、すごいいいなと思って、そのライブとか見るのがすごい好きだから、アイドルとかもそうなんですけど、あんま行かないんですけどね、ライブとか行けないし、そうでもね、それに行ってみたいなと思って、ライブ映像とか見るのすごい好きで、セットとかを見るのが好きなんです私。かなぐらいですかね。カラオケあったらまた出てきちゃったこの子かな。歌うのが多いですかね。あ、石川さゆりさん、私お箱、お箱お箱うん、朝つゆがって歌っちゃうそうそれは結構高得点いけるんですよね、カラオケとか。また君に恋してるは絶対歌います、マジで。それ絶対歌う。また君にって歌っちゃいます。あれは大好き。あとね、中島美香さん歌っちゃいますね。そうなんだ。坂本冬美さんじゃん。坂本冬美さんでした。そうですよ。てか坂本冬美さんさ綺麗ですよね、本当に。私ね同じ世代だったら惚れてる。あ、綺麗ですよね本当に。なんか大人のこう凛とした感じ綺麗ですよね本当に。綺麗めっちゃ思いました。 MV 付きでね、本人映像付きで見て綺麗だなって思いながら。本当は何歳なんだっていや家族とねカラオケ、家族みんなでカラオケ行くことが多くって、そうとか、あとは普通に好きですもん。やっぱそのどの年代の曲も大好きなんです私、うん、いや泣いたのは僕だった。ああ最高ですよね。もう結構私本当にキャパ広いですよ。はいね、カメコ写真の際ありがとうございます。ありがとう、号泣した。いやもうこちらこそありがとうございます。撮っていただけて本当に光栄です。私をあんなに綺麗に撮ってくださるなんて本当にもう感動です。大好きです。ありがとうございます。嬉しいです本当に、うん、そうなんですよね。歌っちゃいますね。楽しくて電車降りるとこ間違えました。歩いてます。あ、悲しい私もよくあるよ、携帯見ててあれ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 みたいなこと全然よくある。マジで全然いっぱいある。それで遅刻することとかあるもん、たまに。やばいよね、うん、全然ある。そう寝ぼけてて違うところに着いちゃうっていうの全然ある。そうマジ焦るよね。うん、おるよね、いいよね、わかるよ。マジで私も歌っちゃう、めっちゃ気合うね。結構歌っちゃいます。でだから逆にさ、ニコ生とかでさ好きな曲歌っていいですよって言われた時さ、何歌えばいいかわかんなくなる。その私が好きで歌いたくても知ってるのか知ってないのかっていうのあるじゃん。なんかどの世代の方も知ってる、これ知ってんのかなとか思っちゃうからさ、めっちゃ迷いますもん。何を歌ってほしいのか分かんないからさ、特に自分が歌いたいっていうのもないし、歌ってほしいものが歌いたい曲になるから。私はニコ生でこれ歌ってとかさない。これ歌ったら上がるみたいなの何って思っちゃうもんね。でもあれを歌いたい、また君に恋してるを歌いたいです本当に。
うん、でもメンバーが笑いそうだから笑っちゃうけどね、本気で私あれ歌っちゃうんですよ。大好きです。ミクニと恋人できたら束縛すると思います。何何、束縛すると思う。でも束縛って言ってもどこまでが束縛か分かんないよね。皆さんはどこまでが束縛だと思いますか？あざとくて何が悪いのみたいだね。皆さんはどこまでが束縛だと思いますか？彼は私が1分以内に返信をしないと何か怪しいんですっごく LINE をしてくるんです。私はそれがすっごく束縛だと思うんですけど、友達に聞いたらそんなの当たり前だよって言われました。これは束縛だと思いますか？みたいな感じだよね。今ちょっと今とっさに考えてね、全然ボロボロのなんかセリフだったけどさ、異性と合わせない、それもさ束縛っていうか恐怖じゃない？だってさ仕事上で会うかもしれないじゃん、そこは別なの。プライベートの話で異性と合わせないってこと？それは言ってほしいかもね。逆にね、いるとしてもいないとしてもなんかそこはなんかお互いがお互い OK だったらいいと思う。私はね、私だったらなんかそのなんで私はダメなのっていうのが一番嫌なタイプなの、ファンの人と例えたら。だからなんかこう、向こうが要求してきたじゃあこっちも要求する、こっちが要求したらじゃあ向こう、あなたも私の要求していいからって感じかもしれない。束縛がよくわかんないけどね。食事に行くだけもでもダメだって。じゃあ何の食事、それは何の食事ですかなっちゃう。何しに食事に行くのって聞いちゃう。何の食事言ってみて、ミクに。なんか重い女の配信って一回言ってみ、ミクに。ミクと話し合ってみよう。何の食事じゃ、それはそもそも事前に会うことを報告しておけば大丈夫だって。報告しておいたとしても何の食事かっていうのは大事かも。じゃあそう、意味ある食事だったら分かるよ。会社のあれでとかだったら、友達って言われてもさ、私が知ってる人だったら全然いいんだけど、全然知らない人を友達とか言われてもって感じかもしれない。マジであざとくて何が悪いのもさ、スタジオトーク行ったらマジでボロボロ言って叩かれそう私。はい、打ち合わせとかなら全然わかるけどね。でも仕事でできるくねって思う。仕事でできることをさ、プライベートに持ち込んでくんなよって思っちゃうけどね。私なら口悪くてごめんね、でもマジでそう思っちゃうかもしれない。でも次はスタジオで大手語ってきてて、ほんとそれでもね、ガツンとくって何が悪いの思い毎回思うんだけどさ、あの尺じゃマジで足りない。私が言いたいことをあの尺に抑えるのは無理、マジで。レギュラーにしてもらわないと無理。あんぐらいの尺で抑えきれない、うん、無理。の恋愛だとかそういうなんかその価値観だとかの定義をそのあんな短い尺で終わらせれないから絶対炎上しちゃいそう。こうこうこう思います、でもそれにはこんぐらいの理由があるんですっていうのをボンって出したらもう 1,2 時間ぐらい語れる自信はあるからさ、あの尺じゃ足りない。24時間配信をあの放送とかしてくれないと無理。スタジオでは可愛い系でお願いします。いやうち正直だから結構言うよ、なんバラエティでもね、そしたらファン減るよって言われました。しくじり先生でファン減るよって言われたけどね、私割と正直に言うよ。本当に、そうそう、全然もうトークショーとかも全然全然、はい、田中美久の人生相談って。はい、本当に、いや正直じゃない関係ってだとさ崩れるからね、いつか。きつくない？無理なんやったけど絶対。ところでどうやったらモテますか？でも私の好きなタイプはあの仕事ができる人なんですよ。で結構私がちょろいからなのか、もうなんかなんて言うんだろうな、ファンの人
がモテないっていう理由がまだうちは分かんなくて、完璧じゃない？結構かなり私のファンの方は結構仕事も推し活も両立しててかっこいいなと思う。本当にとこなんかちゃんと自分でこんぐらいこんぐらいだなとか自分でやって、あとあとはさ、なんか会いに来てくれるためにさとか、お話し会とかでもさやってるわけでしょ。そのさ、なんていうの、事前段階でさ携帯でさ ポチポチしたりとか、いろんな機能やったりとか、オンラインでもいろいろやってる、それができてる時点で結構完璧じゃない？結構難しいじゃん。なんかこう会社が変わってからなのか、変わったじゃないですか、お話し会のあのやるやつ、ちょっと難しくなったくない？なんかそういうのとかいろんなこととかができて、私に会えてたりお話できたり、ショールームのアプリもそうだけど、できてる時点で結構相当仕事的だと思うんですけど、まあ、その時点で結構私は好きかなって思っちゃう。ちょろいですか？ちょろかったらあれなんですけど、すごいと思っちゃうから。私はそれでモテ、どうやってモテますかって言ってる意味がわからん。マジ普通に好きなんだけどって思っちゃう。私からしたらモテてるよ。すごいなと思っちゃう。もう23時4分だ。モテ期が来ません。さあ、あなたは気づいてないだけじゃない？私ね、普通に本当に嬉しいの、会いに来てくれたり、そのわざわざそのやってくれるのが、そうそうそう、嬉しい。私は、うん、なんか私からモテてるけどね、それをモテてるって思わないんだったら知らんけど、私も何も言えないんだけど、私からモテてるよマジで。みんなここにいる人たち全員モテてるマジで。男にしかモテません。でも男の人にモテる男の人ってかっこいいですよね。私のお父さんもそうだったんですよ。私のお父さんはバンドマンやってたんですけど、昔からね。でもね、圧倒的に男人気の方が高かったんだって。本当にママも言うんだけど、本当にお父さんのそのバンドやってるステージの前には男の席みたいな、男しかいなかった。そう、お父さんは。そうなんですよ。私のお父さんと一緒だね。じゃあ私のお父さんはね、女性のファンよりも、バンドなのに女性のファンよりも男性のファンの方がめちゃくちゃ多くって、うん、そうそう、全然なんかふーんって、そうそうそう、なんで、そうなんですよ、らしくって。そうなんですよ、お父さんが言ってた。うんねえ、パパは女の子のファン欲しかったみたいですけど、男にモテたみたいです、はい、あとね、パパね、ゲイにモテる確かゲイにモテるパパ、うん、おもろパパゲイにモテる女の子に山持てないですよパパね。そうそうそう、そうですよでもね、パパは女の子にモテたいみたいですけどね本人はね泣いてるのよそっちかよってパパモテるんだよって言って、誰にって言って、昔男の子にモテてたんだよ、男の人に、男って言ってパパモテるんだよってね、ママが言うから、誰に言ってた、ゲイに、そっちかってなるなのよね、パパね、かわいい、大好き。なんとなく容姿が想像できただってはい、うん、なんですよね、うん、はいですね。そうですね、もうお母さんと結婚して私が生まれてきたわけですからね、うん、はい、いや本当に、うん、うん、元ボクサーでもね、うん、ありますね、うん、充電やばいので家帰ってきた。どこ行ってたんかーい。モテ期3回来るからね。あ、そうなの？
え、でも私の占いでは今年モテ期なんですけどね。モテません。今の顔めっちゃキモ。ほんにょほんにマジでモテないんですけど。え、なんかいじられる、ファンの人とかに。なんかモテたい、なんか可愛いって言って、みーのこと。マジでやばい顔してない、もうモテなさすぎて。モテたいんです。でもみんなが可愛いって、あ、可愛いって言ってくれる。モテ聞きた、単純。モテ聞きた、ありがとうございます。嬉しいです。モテ聞きた、ありがとう。噛み締めて寝る今日。ルイは可愛いって思って噛み締めるね。もう大好き、ありがとうね。本当に嬉しい。うちらモテ期、お互い様。何話す？なんかショース終わらなきゃだよね。私もお風呂入らなきゃだし、みんなも大変だよね。明日、明日も仕事。何時から大丈夫？頑張ってね。本当に単純で好き。いや好きだよ。おもろいって言われてる。ありがとうございます。チョロくてかわいい。いやー、いやでも、じゃあどうやって人を好きになる？って聞きたい。だってそれで好きってならんかったら、私どうやったらそういう、それでさ、好きってならない人は人を好きになるんだろうって思っちゃう。かわいいって言われてさ、好きって言われてさ、好きにならない人なんていなくない？え、わかんない。私マジちょろいの、それが。私はね、その、それで好きにならない子がもしもいるなら、どうやったら人を好きになるんですかって聞きたいです。レベルですよ、私からしたら。はい、ちょろいってみんなに言われてるけど、そんなこと言われたらさ、あ、もう、あ、好きですよってなりますよ、私だって。私の方が好きだしってなります。はい。でもなんかこういうこと言ってたら、重いって言われちゃうからね。なんか、あんま好きって言えないんですけど、ファンの方に、でも好きですよ、てか好きって何なんだって。それは何なん。好きって何なん。それちょっとなんか一旦寝て考えさせて、今頭回んないから。でもこの配信来てる時点で、まあ少しはそういう気持ちがあるってことよ。そう、そういうこと。握手会言われるでしょ。なんて、みくちゃん K4 にはなれた。HKT だから K4 とかあんまチーム関係なくやってる。あ、でも K4 はできるようになった。なんかさ、でもさ、恥ずかしかったのがさ、 K4 のさ、そのあのさ、コンサートでさ、ヒルコン、なんかチームでさ、やったじゃん。チーム H やって、その後 K4 やってって曲あったじゃん。で、情熱ハイウェイでさ、みんなで寄るところあるじゃん。あれでさ、 K4 ってやりたかったんだけどさ、マイクこっち持っててさ、なんかさ、いつもさ、なんかさ、なんかそのマイク持ってたからさ、なんか K4 ってやりたかったのにさ、悔やっちゃったの、一人だけ。でこれで切り抜かれちゃったからさ、めっちゃなんかさ、ウェーみたいな感じにしてる人みたいで、超恥ずかしくてさ。しかもこれだったらまだわかるんですよ、イエーみたいな。楽しそうじゃん。私こうやっちゃったんです。K4 ってやりたかったんですけど、でも K4 ってやる時間なくてさ、これだったらわかるんですけどね、こうやっちゃったんです。でピエーみたいな感じで、めっちゃ恥ずかしくて。いるじゃないですか、だからピーみたいな人。それがめっちゃ恥ずかしくて、もうだからまだあんまり慣れてないんですけど。本当はね、なんかね、多分こうなんですよね、 K4 って多分ね、なんですけど、なこっちマイク持ってて、で本当は多分こうやりたかったんですよ。でもなんか頭で変に考えちゃって、その自分の中で K4 じゃなくって、ファンの人から見た K4 って作りたかったから、待って、どっちが K か分かんなくなっちゃった、イエーイってなっちゃったの。しかもなんかもうプロレスみたいになっちゃって、みんなちゃんとさ、なんかこういう感じでさ、寄っててさ、こうやってさ、やってさ、ちゃんとこうやってやったりしてんのにさ、うちだけマジで K4 全然慣れてなくてさ、こうやっちゃってさ、めっちゃ恥ずかしかった。
それが本当にすごい恥ずかしかったね、この間のコンサートで。うん、それが嫌でした。まだあんまりそこまで慣れてないです。そう、ひどい結果になった。こっちならまだ分かる、こっちだったからさ、マジ恥ずかしくてさ、うん、もう本当に恥ずかしかったの。本当に恥ずかしかった。なんかチャ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 ーイヤーン、めっちゃ恥ずかしかったな、あれマジで恥ずかしかった。まだな、まだあんまり慣れませんね、ポーズはね。でもメンバー間の中では全然馴染めます。うん、 HKT みんなと仲いいからね。うん、馴染めちゃう。そう、本当にまだあんまりそこまでね、ポーズは慣れないですね、ちょっと。うん、うん、K4 のポーズもわからんしね。こっちこっちこっちだよね、きっとね。もう無理でした。マイク持ってるしね、どうやって K4 すんのって思ってもわかんなくなっちゃう。K4 のキャプテンは厳しい。だからびっくりした、私が K4 のキャプテンだと思われてるのかと思った。優しい、ちゃんとしてますよ。はーい。本当にみんなと仲いいですよ、私。はい、うん、なんかな、ちゃんと終わる時間決めない、決めとこ、30分に終わります。なんかギフト投げてくれてありがとう、嬉しい。伊助さんずっといるじゃん、伊助さんがいなくなる前にありがとうって言っとく。伊助さんありがとう、パックリごっくんありがとうね。はい、圧がかわいい。食べるなって言われちゃった。食べちゃうよ、みんなのこと。パク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 。あ、綾波レイだ、綾波レイル、すごい好きです、好きです、付き合ってください。綾波レイさんいるよ、好きです、好きです、好きです。シンジ君にはなれないんですけど、好きです。この9位のところに綾波でいる、綾波様がいる。すいません、呼び捨てにして。好きです、結構好きです、めっちゃ可愛いですよね、結構好きで、好きです、好きです。逃げちゃダメだ、逃げないでくださいね、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。好きです、好きです。一緒に乗っていいですかね、私も。はい、アスカさんも好きなんですけど、アスカさんも可愛いんですけど、結構綾波さん好きです。はい、好きです。無視されて、無視され続けてます。私のルームなのにすごい無視され続けてます、綾波さん。綾波さんにすごいずっと無視され続けてます。悲しいです。なんかありがとうございますとかでも言ってもらいたかったけど、レスもらえてません。無視されてます。無視でした。でもそこも好き。うんうん、無視されてます。はい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 、うん、はい、うん、はいはい。やすこ、はい、うん、はい、うん、はい、無視されてます。はい、うん、はい、はい、うん、はい。無視されちゃってる。でも好きです。はい、うん、うん、すいません。はい、うん、あ、うん、はい、うん、レスコマで来なかったです、悲しいです。うん、その横揺れなんの、いや、みんなが揺れてるから私も揺れてみたの。脇綾波さん見てたら、私も綾波さん揺れてるからさ、私も揺れちゃうの、こうやって一緒に。そしたらさ、アバターと同化しちゃったら私も揺れちゃう。あ、これアバター、でっけえアバター。はい、うん、
どうもレッスン欲しいおじさんです。あ、どうもカツオ節さんかな。カツオさんありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、あ、すごいの初音ミクさんいる。あ、どうもこんにちは。2次元ですか3次元ですか4次元ですかから来てくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいですね。伊助さんはあれですか、なんか寿司三昧やってるんですか一人で。やはり伊助さんは何ですか、一人で寿司三昧やってるんですかね。はい、一人寿司三昧ですかね。誰もやってくれてないけど、7位の人ギリ寿司三昧やってんじゃないですか。これやってんじゃないですか。一人で寿司三昧開こうとしてるのかな。はい、はい、寂しいですね。誰もやってくれてませんよ。はい、うん、あ、初期アイコンらしいですよ、それ伊助さん。初期アイコン設定なんですね。寿司三昧やってますよ。寿司、好きなお寿司のネタなんですか伊助さん。うん、はい、うん、寿司三昧やってますね。やっぱそのやっぱ社長だから1位、今の社長伊助だから寿司三昧って、みんな寿司三昧しな。ほら社長の言うこと聞いて寿司三昧してください。私だけが味方よ。はいはい、寿司三昧ってね、はい、好き無視されてます。はい、1位の人に問いかけても無視されてました。はい、誰とだったら喋れるんだろうなーっていう気持ちでいます。はい、社長に嫌われてますね。これ無視されてます。はい。こんなに名指しで喋りかけといてね。はい。無視することってあります。こんな何人も見てくださってる中でさ、今壇上にいるよ。壇上にいる二人に。名前でね呼んだんですけどね、無視されてるよ。そんなルームある、そんなルームある、そんなことあるかな。あ、社長よろしくって、あ、すごい、なんかそう、綾波さんありがとうございます。おはようございます。 おはようございます。さっき無視してたから嫌われたかと思いました。ありがとうございます。ランナミス、伊助さんに好きなお寿司のネタ聞いてくださいよ。本当にねえ、こう無視されるんですよね、一のこともすごいなんかムカつきますよね、本当にね、なんか絶対ね、本当に。まあお寿司好きじゃないのかな、ね、ごめんなさいね、本当にね。今日も一番好きでした、ラブ。ありがとう、私も好き、アミリアありがとう。私も大好きだよ、大好きだ、ありがとうございます、嬉しい。さすがに聞けないやつや、本当にいっぱいコメント読んじゃうんだからね。うん、卵とサーモン、なんかさ、お寿司で卵頼む人いるんだって、未だにびっくりしちゃう。私頼んだことない、お寿司屋さんで卵。だってさ、美味しいけどさ、なんかさ、分からん、未だにお寿司なのに卵っていう、だってお寿司ってお魚でしょ、さ、卵頼むのよく分かんないんだよね。だってさ、そしたらさ、家でも作れるくないって、そのさ、なんていうの、そう、家でも作れるくない、卵頼む人結構多くてさ、びっくりしちゃう、うん、だってさ、家でさ、あれさ、卵焼きやってさ、ご飯と一緒に食べたら一緒の味にならない？違うの？それとはまた卵は外れなく美味しいの？でもさ、スシローとかさ、なんかさ、回転寿司とかそこら辺行ったら全部一緒の味じゃない？結局ね、カッパ巻きって、あ、私ね、あのね、あのラッキーフードね、この1年カッパ巻きなの。そうそう、だからカッパ巻き食べようと思って、そう、私のね、フードを、ラッキーフードは野菜炒めとカッパ巻きなの。うん、カッパ巻き食べていこうって思って、
そう、でもコンビニ行ってもね、納豆巻きとね、マグロ巻きぐらいしかないの。カッパ巻きがないの、コンビニ行っても。そうだからね、カッパ巻き食べなきゃ、食べに行かないといけない。カッパ巻きを食べに行くがために、回転寿司行こうかなと思ってますよ、本当に。そうそうそう、占いでね、私のね、ラッキーフードはカッパ巻きと野菜炒めだった。そうなの。そうそうそう、あ、鉄火巻きかな、鉄火巻きかな、鉄火巻きかな。鉄火巻きって何？わかる？調べとこう、自分で。マグロは鉄火巻きというのだよ。いや、そういうことね。え、すごいかっこいいね、なんか鉄火巻き。そう、野菜を食えということだなと思って。そうそう、やっぱって大地のものを食べなさいっていうことなんだなと思いました。はい、うん、はい、うん、カッパ巻きはキュウリだよ、知ってる知ってる、うん、カッパ巻き、鉄火巻きね、そういう意味ね、うん、わかるわかる。そう、キュウリ好きだから全然いいよと思って、うん、え、壇上にいる人のさ、ほぼがさ、生きていない説あるよね。聞いてみよう。解放系マン、生きてますか？解放系マン、生きてますか？あ、はい、もう生きてません。はい、生きてませんね。はい、生きてませんね。アミーディン生きてます。で、赤髪の DJ ね、生きてます。カズ生きてますか？生きてますか？あ、解放系マン今起きましたね。ありがとうございます。カズさん、カズさん、生きてますか？カズさん生きてる？あ、カズさん生きてませんね。カズさん、ほら、まずカズさん生きてない、生きてないです。はいはい、次次、イマッチさん行きますよ。イマッチさん生きてますか？この流れで、はいって言わないと、生きてません。はい、カズさんもイマッチさんも生きてません。2人目生きてない。2位のアオンさん行きます。アオンさん生きてますか？あ、カズさん生きてました。行きました。はい、行きました。そしてイマッチね、そうイマッチ生きてません、今のところ。アオンさん生きてますか？うん、生きてません。生きてません、生きてません。団長にいるのに生きてません。はいはい、聞いてません。私の配信聞いてません。3次会行って寝てます、まだ。はい、この人まだ寝てます。3時間いても寝てます、この2人。はいはいはい、次1位のイスケさん生きてますか？寝てますか？壇上いて譲れ寝てんだったら生きてますか？はい、もう生きてません。3時間で潰れてます、明日遅刻します。はい、生きてません。はい、次鉱石さん生きてますか？生きてますか？鉱石さん、嘘だろ、そんなことある？鉱石さん生きてた、生きてた、今起きたよね、絶対ね。生きてます、ということで、次5位のね、中山フェスタさん生きてますか？生きてますか？5 4 3 2 1、生きてません、うん、炎上にいるのにね、未だに生きていない、生きてません。あ、来た、生きてた。これ返事しない方がおかしいんじゃないか。うそ、だから見てないんですよ、団長にいんのに配信を。おかしくないですか？ランキング読んでんの、違う違う、生存確認してんの。だから見てないんだよ配信を、団長にいるのに。降りろ、降りて、14位かな、14位ぐらいの人壇上にあげよう。15位に古川さんいる、うん、おかしい。このままだったら古川さん壇上になっちゃう。身内壇上はダメでしょ。あ、身内壇上ダメでしょ。もう寝たらそこで試合終了なのよ、うん、寝たらそこで終了なのよ。今こうどう考えたってこうコメントしてないくって、こういる人はもうダメなの。ほら、もう古川さんぐらいよ、生きてるんだからね。古川さんがでも壇上に来ちゃダメなのよ。ほー、なぜかと身内が壇上に来た、アイドルの配信としておかしいのよ、うんね、うん、わかる。
タツカさんも生きてるって、まあ、ケンさんも生きてるとして、みんなミクさんとシュウさん生きてます？もうね、本当にね、本当にもう知らないからね、私明日しがだあかんのかって、飽きまへんよ、そんなもん飽きまへん、そんな飽きまへんですよ。嬉しいですけども、一応ファンとしてもありがとうございますですけれども、明日遅刻しても知りませんからね。今寝てる方、うちらも3時間今やってるけど、うちら置いて帰るからね、別に起こしもしないからね。寝な、ここで一生一生このルームで寝ときな、うん、うちらちゃんと帰ろうね、うん、うちら一緒に帰ろうね、ちゃんとね、本当に、うん、今ここにいる人は3時間で来てるけど、マジで起こさずうちら帰ろうね、マジで勝手に寝てるんだからね、うん、自己管理ができてないから、うちらはうちらで帰ろうね、うん、でも寝てるから起こすのダメだし、そう、明日は仕事だしね、うちらもう帰ろう、絶対にうちら帰ろうね、うちらは絶対に帰ろうね、うん、3次会の最後までいたから、お風呂入るタイミング逃して、私もだよ、そんなの私もだよ、うん、今寝てたら遅刻はしないと思う。いやいや、わからないよ、結構ぐっすり寝てるかもしれない、うん、そう、もしかしたらお酒とか飲んでね、タクシーで送っていくようだって、あ、私のこと、あ、大丈夫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 、3次会うちんちでやってるから、うん、これ配信終わったらもう帰っていただいて、はい、うん、でもタクシーとか、うんうん、自分でタクシー乗れるぐらいは稼いでるんで大丈夫です、はい、一人で乗っていただいて、はい、帰れますか、はいはい、あ、なんか帰、なんか自分の住所ちゃんと言えます、言えなさそうだったら、あの夢の国までお届けお願いしますって言いますね、私絶対、はいもしももうめちゃめちゃもう3次会で、あ、もう終わり、うち帰りたい、眠いよって感じで、もう住所どこだっけって感じで言えないぐらいだったら、あの、私がタクシーの運転手さんに、すいません、あの、夢の国の方までお願いしますって言うんで、明日起きたらあなたは夢の国にいます。最高ですよね。うん、まさかの、はい、千葉県までお送りいたします。はい、どこでこう3時間やってるのか分かんないんですけど、ね、千葉県までお送りいたします。でも起きたら夢の国なんで、はい、すいません、夢の国までお送りしてくださいって、ある意味夢の国なんでね、はい、寝てるからそのまま夢の国へとお送りさせていただきます、はい。マッコリ飲んだことはないです、ないです、はいはい、何度ですか、 C ですかって言われたら、もう C の方でお願いします、もう起きちゃうから C の方でお願いしますって言うよ私は、うん、うまいこと言ったねって、うん、うまいこと言って帰りたいんだ最後は、やっぱなんか知らんけど、うん、だからもう今寝てる方は、あの、夢の国の千葉県まで行ってもらってよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、ということでね、はい、じゃ以上となります、はい、配信見てくださってありがとうございました、うちら帰ろうね、こちらの方も C の方まで、あのタクシーの、もしあの運転手さんの方いましたら、あの夢の国までお送りしてください、よろしくお願いいたします、はい、じゃ博多から千葉まで行ってらっしゃい。